来た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 。これさ、バージョン 1.1 で多分追加された7の新モーションなんですよ。可愛くないこれ。おい。はい、じゃあやっていきます。どうも皆さん、こんちゃっちゃ、ネルメロです。今日はね、原神の回心率と回心ダメージの理想的な分配についてお話ししたいなと思います。以前ね、配信でちょっと聞かれて、回心率ってどんくらい盛れば回心ダメージに振ればいいんですかとか質問されて、まあちょっとね、あんま的確に根拠を踏まえて答えられなかったんで、本気でちょっと検証してみたので、ぜひぜひ見ていただけたらなと思います。それではどうぞ。はい、じゃあまず最初にちょっと前提、検証の前提になる話なんですが、原神の回心率と回心ダメージは1対2で伸びてるよっていう話をさせてください。これね、回心率と回心ダメージがメインステータスで伸びる装備って生物の冠の枠なんですけど、今クレイがつけてるこのね、星5のやつプラス20で 31.1% です、回心率で。逆に回心ダメージの方のね、レザーが今装備してる方は回心率が2倍の 62.2% 伸びてます。で、これは生物のサブステータスです。サブステータスの方も、まあ、サブステータスの伸びはね、まあ、ちょっと散らばりがあったりするんですが、1対2が保たれてます。で、しかもね、ディルックかな、ディルックを限界突破させた時に回心率が伸びるんですけど、まあ、こんな感じでね、限界突破させる時に回心率が伸びます。で、国政はこの伸びる能力が回心率じゃなくて回心ダメージなんですけど、国政の回心ダメージが伸びるやつもね、このディルックが の回心率が伸びる分の2倍なんで、まあ原神はね、回心率と回心ダメージを1対2で伸ばしてるんだなって言っていいと思います。じゃあこれを前提とした上で、ちょっとね、パワーポイントを使ってお話しします。じゃあ笑うなよ、パワーポイントだからって。はい、それではやっていきます。まずね、原神は何も武器とか生物を装備してない状態だと回心率は 5%、 回心ダメージはね 150% になってます。ここにね、生物とか武器をつけて補正をかけていく感じになっていく、んですね。今はね、伸びる量、回心率が伸びる量 X、 回心ダメージが伸びる量 Y としました。で、ここの X と Y のその2つに成り立つ関係なんですが、伸びる量がね、伸びが1対2ですから 2X プラス Y イコール K と置くことができます。あ、これどういう意味だ、 K っていう謎のアルファベット出てきたけどって なると思いますが、つまりはこういうことです。この図はね、 K イコール16の時の図なんですけど、まあ、見ていただけたらわかると思うんですが、まあそうだね、回心率を 2% 増やそうと思ったら、回心ダメージが 4% 下がってるのが見て取れるかなと思います。つまりね、回心率を上げようと思ったら、回心ダメージその分諦めなくしちゃいけないじゃん、サブステータスのとことか。そう、逆に回心ダメージを増やそうと思ったら、その分だけ回心率を諦めないといけない。片方を持ち上げたら片方が立たずっていう、そういう関係をね、そういう関係性を表したのがこの 2x プラス y イコール k になってます。で、この k っていうのはね、回心率の2倍と回心ダメージの伸びで定まってる値ですから、この K はね、世界ランクが高いほど、生物が紫と金だったら金の生物の方が伸びるステータスって大きいじゃないですか。武器もね、限界突破が進んでいけば数値も大きくなるから、そう、冒険が進んでる旅人さんほど K は大きくなるもんだと思ってください。はい、上にある表はね、その回心の時と回心じゃない時のダメージ倍率と確率をまとめたものになります。で、これをもとにね、倍率の期待値を計算するとこんな風になりますね。まあ、分母が1万になってるけど、この1万はね、あの、百分率を2回かけてるから1万になってるだけですので、まあ、あんま大きな意味はないので、まあ、あんま気にしないでね。で、これをさっき求めたね、さっき出した 2x プラス y イコール k を y について解いて、それを代入します。この倍率期待値に。で、それを式を整理すると、fx イコール 2-2x 次乗プラス、括弧40プラス k 括弧閉じる x プラス1250プラス 5k となるんですね。で、これって、みんな高校で見たことあるでしょう。これぐらいだったらちょっと高校2年生で数学やってたみんなならわかると思うけども、二次関数で上に凸の二次関数になりますよね。で、ここの頂上一番上になってるのが、あの、理想のその回心率と回心ダメージの分配ところ、分配ってわかりますよね。じゃあちょっとここの頂上を求めていきましょう。まず微分です。 f'x はマイナス a イコールマイナス 4x プラス40プラス k ですね。で、これ微分してその極値を求めることができますよね。最大値、ちょうどここの軸オレンジの線がグラフに加わりましたが、この このね、極値、これが x イコール4分の k プラス10の時に最大になると分かります。で、この時ね、 y は2分の k-20 です。で、これをどんな風に使えばいいんですかっていう質問が来ると思いますが、こう使えばいいです。例えばね、回心率を 25% にしたいって思ったらさ、みんな回心率を 20% 増やせばいいじゃないですか。つまり、まあ、x は20ね。その時って K は40になりますよね。まあ代入してみたらわかる。で、その時の Y っていうのは実は0になっちゃいます。これがどういうことかっていうと、回心率が 25% の時、回心ダメージはね、もう元々 150% だったけど、それを全く手つけなくていいの。何もしない 150% のままの時が一番効率がいいっていうことがわかります。すごいよねこれ。結構ね、自分でもふーんすげーってなりましたね。
じゃあ続いていきます。で今のねその回収率 25% の時だけじゃなくてまあ割と結構細々としたかな 15% から 95% までの間で 10% おきに刻んだのがこちらの図になります。まあちょっと私が邪魔でちょっと左下の方かけてるけどあんま大して影響ないよ。気にするのはこの右側のオレンジのとこだけでいいです。でまあみんなが会心率と会心ダメージを気にするときはなるべくこの表にトータルのねキャラクターの会心率会心ダメージ生物とか武器込みでなるべくねこの表の通りに近づけていくと一番効率が良くなりますっていう話ですね。興味深いのがさ会心率 15% の時に会心ダメージ 130% ってなってるでしょ。減ってるじゃんってなると思うんですけどこれ別になんかおかしなことでは全然なくてなんだろうな何も装備してなかったらさ会心率 5% で会心ダメージ 150% じゃん。それって 150% が高すぎるよって意味なんですよ。そうだから会心率が 10% 増えても会心ダメージはねそれでも 150% で高すぎるから本当は 130% が理想だよっていう話ですね。まあ、で、まあ、こんな感じの表になってますと、まあ、ちょっとね参考にしていただけたらなと思います。じゃあ次、はい、さっきの表の右側のとこだけちょん切って倍率期待値と並べました。でこの表のねやっぱりオレンジのところを、まあのラインに合わせてねみんなに調整してもらいたいんですが、まあちょっと面白いところがあるとしたらこうかな。まず会心率が 15% とか 25% までの間って会心ダメージは 150% より大きくなってないですよね。つまりはまあ原神始めてまだ世界ランク3だわとか4だわとかいう皆さんはね、まあ、会心率そんな伸びてないと思うんですが、そういう間はねとりあえず冠の枠は会心率が上げる装備をつけることをお勧めします。会心率が 25% になるまでは会心率を上げた方が絶対美味しいので会心率を上げることをお勧めします。で会心率 25% よりも超えてきますよね。まあその世界ランク上がっていけばね。でそういったみんなはあの会心率 25% 過ぎてからは率とダメージを 25% からね会心率 25% 会心ダメージ 150% から1対2で伸ばしていくといいってことが分かりますね。いやちょっと結構ねやってて楽しかったですはい。でここからはねちょっと話題がはみ出てちょっと余談になるんですけど、まあでも原神の話ねダメージバフって強くねっていうことがこの表から分かるんですよ。倍率期待値私出してるんですけど、例えばさ、まあ、物理ダメージバフとか炎元素ダメージバフとかあの杯の枠でついてるじゃないですか。で大体それってなんかまあ 30% ぐらい上がると思うんですよ。ちなみにあれな私が昔宣伝してた気候の体験もダメージバフ 1.3 倍だからね。じゃあちょっと探してみようぜ。 1.3 倍ってちょうどここら辺じゃないですか。 124.5% と 140% ぐらいの間。それって要はダメージバフ 130% っていうのは会心率を 30% 上げるのと会心ダメージを 20% 上げるよりも大きい効果があるってことです。ダメージバフって強くねなんかねこうやって見たらなんていうの今までちょっとダメージバフがどれくらい強いかっていうのを測る物差しがなかったけど、こうやってね会心率と会心ダメージを兼ね備えた分で測ってみたら、あ結構ダメージバフって大事なんだなってことが分かっていただけると思います。 OK だから私が言いたいのはレザー君が強いってことねいやレザーに限らずだけど、はい。じゃあそれじゃあ最後に一つだけお話しさせてください。まずね会心率と会心ダメージはさっき載せた表の通りね、ま、今も今も多分テロップに出してると思うんですけど、この表の通りに目標にしてください。だけど別にこの通りじゃなくてもいい時よみたいなのがあって、例えばクレイのねこのあの固有テンプかな、銃撃が会心だった時にチーム全員の元素エネルギーが2回復するだったりとか、あとセフィロスシリーズの武器の効果とかね、例えばこのセフィロスの剣とかね会心攻撃をした時がトリガーになって美味しい効果が発動するんですね。そういう時って別に会心ダメージもらわないで会心率に持った方がいいじゃないですか。だからまあ私の出したこの表っていうのはとりあえず会心率と会心ダメージのダメージのことだけ考えてるもんやと思ってな。そう、会心がトリガーになってる美味しい効果の時はもうちょいちょっとこのバランスは会心率によってもいいんじゃないかなと思います。であとまあ計算したりとか検証してる条件とかですけど、まあ、一応ね私の友達3人ぐらいと一緒にいろいろ数式こねくり回しながらやって、まあ多分合ってるとは思うんですけど間違ってるかもしれんし、それに会心率にばっか寄せてさ会心率 95% 会心ダメージバフ会心ダメージ 290% ってなってても肝心の攻撃力が500とかしかなかったらあんま意味ないじゃんその掛け算する前がしょぼかったりしたら意味ないじゃん。だからどれくらい攻撃力によってたらいいかっていうのもまだそこら辺はちょっとやっぱり関数にして組み込まなくちゃいけなくて、まだまだ改良の余地があると思いますので、まあもしねなんかこうしたらいいんじゃないですかとかこういうもん考えましたとかここ質問ですとかあったら遠慮なくコメントをしていただけたらなと思います。ただまあなんか明らかにこいつ動画見てねえだろみたいな感じのコメントあったらちょっと無視するかもしれんけど許してな。ちょっとまあぜひぜひね、ちょっと
いい質問とかあったら、私もねちょっと自分のこの発表したもの、まあ、論文みたいなもんですよ、原神界隈の。なんでまあ改良できる余地とかがあったら改良していいし、もしなんか私の動画を参考にね、なんかこの配信率と回信ダメージの動画参考にしましたとかあったら、もうぜひぜひもう無断で勝手に引用しまくって動画にしてもらっていいんで、まあ、どうぞお使いください。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。もしなんか参考になったなとか、よかったわとかあったら、高評価とかチャンネル登録していただけると嬉しいです。あとツイッターもねフォローバックしてるんで、ぜひぜひフォローもしていただけたらなと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。